僕ヤバ世界がバンドリと同じ世界線だったら、市川は迷子の灯でいたしてると思います。ということで、本当にバンドリ迷子とコラボが決まった僕ヤバの話をします。いや、まあ僕ヤバに関してはさ、もう言うことはないんですよ。山田の落とし物を市川がかっこよく探してやるという話なので、まあ途中でまとめてくるのもいつもの僕ヤバアニメですし、あとついでに沼アニメーションくんの弟分のアニメイジングくんの、まあ、最強タンクが個人的には結構良いナローだったから、まあ、すごく安心して見られるなというのが正直な感想ですね。まあ、僕ヤバに関してはどこで切るのか明確ですからね。うん。まあ、バンドリ迷子の話が出たから、ヨウミヤヒナさんの話もしとくけど、俺最初ね、キセコイの真珠ちゃんで知ったから、まあ、セレプロは後で見たんだけど、割と岩見真中さんキャラかなという声優さんのイメージだったんだけど、実際、ヨウミヤヒナさんが経験積んでるキャラって、まあ、自分も周囲も迷子にするんだけど、それでもちゃんと泣きながら前に進んでるっていう子なんじゃないかなと思います。まあ、それこそバンドリのともりもそんな子だったし、まあ、僕ヤバは基本市川の視点で進んでいくけど、まあ、市川も迷子だし、でも山田もやっぱり同じ年齢だから、やっぱ中学生になって戸惑うところもあるし、まあ、市川に対して結構頼りになるから好きになってるんだけど、まあ、その戸惑いみたいなものもあるから、市川も迷子だけど、山田も迷子なんだよ。いや、本当にさ、ヨウミヤヒナさん、山田と共に撮れてよかったなと思いますね。うん。まあ、作眼というアニメの良かったところって、まあ、ヨウミヤヒナさんを撮れたとこだと思います。ということで、実質バンドリ迷子の僕の心のやばいやつ、安心して見きていきたいと思います。迷子でもいい。